アウトサイドとインサイドのショートパスの出し方の基本。サッカーにおいてショートパスは正確なパス交換や試合のテンポを保つために非常に重要です。特にインサイドキックとアウトサイドキックを使い分けることでより効率的なプレーが可能となります。インサイドとアウトサイドのショートパスを使い分けるための基本的なポイントについて解説されています。ここではそのメリットとデメリット、そして適切な状況での使い方を説明します。 1. インサイドキックの基本。インサイドキック派ショートパスにおいて最も一般的に使われる方法です。その最大のメリットは正確性です。インサイドキックは足の面を大きく使ってボールを蹴るためキックミスが少なく安定したパスが可能です。メリット、インサイドキックは正確なパスを出すための最も信頼性の高い技術です。特に短い距離のパスにおいてはミスを減らし、パスを受ける選手に対して確実にボールを届けることができます。デメリット、インサイドキックは一歩遅れるという問題があります。体を大きく開いてから蹴るため次のアクションに移る際にやや遅れが生じ、相手に対応されやすくなることがあります。 2. アウトサイドキックの基本。アウトサイドキック派、より素早く次の動作に移行したい場合に効果的です。モーションが小さくスピード感があるため相手に予測されにくく、テンポの速い試合展開に適しています。メリット、アウトサイドキックはモーションが小さいため素早くパスを出すことができます。またボールを足の外側で蹴るため相手のアプローチやインターセプトが難しくなります。近年ではモドリッチ選手のようにアウトサイドを多用する選手が増えており、試合のスピード感を保つために重要な技術となっています。デメリット、一般的にアウトサイドキックはインサイドに比べて正確性が低いとされています。足の外側で蹴るためコントロールが難しく、長距離のパスや正確なグラウンダーパスではミスが起こりやすいです。 3. シチュエーションによる使い分け。インサイドキックとアウトサイドキックを状況に応じて使い分けることが試合を有利に進めるために重要です。インサイドキック、正確性が求められる場面や短距離で確実にパスをつなぎたい場面で使用されます。ミドルレンジのパスや相手の守備が整っている状況で確実にボールをキープするために使います。アウトサイドキックモーションを小さくして相手にプレッシャーをかけさせない状況や素早く次の動作に移行する必要がある場合に効果的です。またサイドを駆け上がる際やクロスボールを上げる際にも有効です。結論、インサイドキック派、正確なパスを出すための信頼性が高く短距離のパスやボール保持に有効です。一方でアウトサイドキック派、スピード感があり相手の対応を遅らせる効果があります。試合の状況に応じてこれらを使い分けることがより効率的な攻撃を展開するための鍵となります。これらの技術をマスターし実戦で使いこなすことでチームにとって不可欠な選手になるでしょう。